皆様お疲れ様です。今深夜1時31分、今さっき会社の先輩から電話があり、緊急でスタッフ出勤してくれという連絡がありました。城ヶ島行けません。前回は台風、いつになったら城ヶ島行けるんでしょうか。とりあえず急いでボランティアリーダーさんと横須賀のボランティアさんと、カニアの大将にはメールしました。ちょうど、今日一睡もしないで行くつもりだったんで、最悪あれだったんですけど、ちょうどうとうとしてさあ眠れそうだなって時に電話があってきて、寝てる時の電話ってびっくりしますよね。特に弟の時は。で、明日はなんかフレキシブルなシフトらしくて、とりあえず明日は会社に行ってきます。では、おやすみなさい。